島の惨事を繰り返してはならないというのが私の考えです。で、この原発再稼働に対して、最終的な結論を出す知事に対して、我々はその専門家としての意見を伝えていくということであれば、僕自身はやっぱりそこの部分をきちんと伝えなければならないのかなと思います。事故っていうものはチェルノブイリだけではなくて、チェルノブイリも東海村も今回も福島も見てきた人間の中として、きちんと表面的なものだけではなくて、深く掘り下げた部分もきちんと伝えられないといけないかなと思っていることが一つと、やはりその今も甲状腺がんの云々っていうのはありますが、その甲状腺がんに対してはきちんと明らかにしていかねばならないだろうなというふうには思っております。もう少し必要ですね。もちろんほら、経過観察されているような、その甲状腺がんの方々のその後のがんになったかならないかということはきちんと出していただかないといけないし、あとは、最初鈴木先生がおっしゃられたようにリンパ節転移があったとか、外浸潤、甲状腺外浸潤があった、遠隔転移という考える肺への、転移、そういったものの状況というものが明らかにされておりませんよね。だからそういったところを明らかにすることによって、これが、その過剰診断であるか否かということになってくるであろうし、実際にスクリーニング効果というものに対してもきちんとしたスクリーニング効果であるか否かということは科学的に、回答も出さないといけないというふうには思っております。で、僕自身は今なんかある方々、一定の特定の方々が外部被曝量について非常にいろいろ取り組まれている方々がいらっしゃいます。伊達氏さんとか、さまざまなところから被曝量のやつが出ておりますが、この外部被曝のことに関しても通常の、現存被曝になった状況の外部被曝っていうものよりは、事故直後のその初期の被曝を云々せねばならなくて、やっぱり順番的に言ったら現存被曝のプラスマイナス誤差っていうものを考えるよりも、僕は初期被曝をどのくらい被曝をしたかっていうのが明らかにしていくことによって、被曝量がさっきも言ったように最大25ミリシーベルトでよろしいんですか、そんなことはございませんというふうに言えるような形に持っていかないといけないのではないかというふうに私は思っております。僕はね、正直線量を言い始めるとこれは答えが出てこない堂々巡りになると思うんですよ。なぜならば低線量についての被曝っていうものはいろいろ最近 CT とかそういったものでオーストラリア、スイス、さまざまなところから出てきておりますが、それすらまだオーサライズされてない、でそういう中で低線量の被曝の線量がどうのっていうところでいきなり線引きをしてくるということ自身がこれまやかしなんだと思うんですよ。分からないものっていうのを含めたところでは、線量以外でもその状況証拠が揃っていけばここまであるんだよっていう、この状況証拠集めをしていないということが僕は一番問題なんだと思うんです。で、各論にみんな入りすぎるんですよ。各論に行ったら必ず堂々巡りになるし、各論っていうものは結局各論でしかならないんですよ。総論できちんと持っていかないといけないというところの、この今見てる視点の中のどこにあるかっていうことをきちんとこれを表していくというか表現していって、ここは今ここを見てるのはここですっていうふうにきちんと話をしていかないといけない、そういうことが非常に欠けてるんじゃないかっていうふうに私は思いまして、同じその土俵に乗らないというふうに心で決めております。